はい、どうも、デタケノスでございます。さあ、またしてもプレミアバンダイ。いや、1月、2月、3月、決算期っていうところで、なかなか、商品多くなるんじゃないかなと思っておりましたが、やっぱり多くなってまいりました。本日解禁されたのが、こちらでございます。まずは、ウルトラディメンションカードプロップデザインエディション02っていうところでね、劇中プロップデザインカードセットの第2弾登場しますよと。ウルトラディメンションカードがなんと65枚、めっちゃ多いですね。劇中プロップデザインで、完全オリジナルデザインのカードもありますよっていうところでね、収録カード一覧っていうところなんですけれども、こっちで見た方が見やすいかな。65種類一気に見ていきましょう。ブレイザー、ティガス使いタイプ、パワータイプ、ダイナストロングタイプ、ダイナミラクルタイプ、ガイア V1、 アグルの V1、 ガイアのスプリームバージョン、アグルのスプリームバージョン、スプリーム普通にいるんですね。ネクサス、ジュネス、ジュネスブルーノー、コスモス、コロナモードにフューチャーモード、レジェンドにジャスティスのクラッシャーモード、メビウスのフェニックスブレイブ、ストロングコロナゼロルナ、ミラクルゼロにゼロビヨンドにベリエラ、アタロシアス、ギンガソリウム、ビクトリーナイト、ギンガビクトリー、エクシド、エクシド、エクス、ベートスバーク、アマオーブのスペシウム、ゼベリオン、バーンマイト、ハティケンスタジオ、サンドアブデスト、オーブトリンティ、ソリッタ、バーニングのウッドバンチーノ、アクロスマシャー、マグニフィセント、ロイヤルメガマスター、ウルティメイト、ファイナル、ギャラクシーライジング、花のロッソアクア、ロッソウィンド、ロッソグランドにブルフレイム、ブルウィンド、ブルグランド、ウルトラルーブ、グルーブ、タイガのフォトンアース、トライストリウム、レイガと、Z、アルファ H、ベータスパー、ベータスマッシュ、ガンマフューチャー、デルトライズ、クローニー、トリガートゥルース、トリガードアーク、トリギア、ディナスに、グランファイア、ミラネット、ジャンボット、ジャンナイン。さらに怪獣枠からテラフェイザー、ゴモラ、エレキング、ネオメガス、モンスターガーっていうですね、こちら65枚がずらりとカード化でございます。いっぱいですね。いっぱいですね。すごいですね。いや、個人的に気になったのはね、やっぱね、あれですよ、アーグルのスプリームが普通にいるんだね。あたかもガイアの V1、 アグル V1 のスプリームバージョンみたいな感じで、なんとか、全然前から昔からいましたよねぐらいな感じで、しれーっと普通にこういるっていうところがね、面白いなって思っちゃいますね。はい。こんなね、堂々といて、劇中で出てないですからね。面白いですよ。あとはね、コスモスね、フューチャーモードとかもね、あるので。いや、この辺劇場版のね、ザ・ファイナルバトルね、コスモス VS ジャスですね。この辺もしっかりとあるのが、ちょっと、胸熱だなと思うところありますね。ロッソとブルなんかね、ここまで、カード化するんだってところで、なかなか細かいですよね。いうところでね。あと、まあ、グレン、ミラー、ジャボト、ジャネイン。この辺も、ギャラファイとかですね、出てほしいですよね。なんかこういうさ、グッズ化もさ、嬉しいですけど、これを機に、もう一回映像作品にも出てきてほしいですけど、みたいな感じで思っちゃいますが、こんな65枚のカードでございます。すんごいですね。かっこいいな。価格が8800円。本日10月の6日16時から、予約開始しております。発送が1月発送です。1月発送なんだ。これはまた込み入ってきますね。で、11月の6日23時までです。予約終了ね。っていうとこで、ガガガッと、カードがたくさんありますよと。ティナスとかね、かっこいいね。いやー、っていうとこで、前回発売されました D フラッシャー対応っていうところで音鳴りますよっていうね、カードでございます。続きましてがこちら。ウルトラアクションフィギュア、侵略者を撃て、バルダン星人分身カラーセットでございます。この前ね、発売するよっていう情報だけ解禁しましたけど、今回予約解禁になりました。バルタン星人の分身体がアクションフィギュアで登場ですよっていうところで、分身体残像 A と残像 B、クリアのカラーリングが変わってますね。あとは分身体 E っていうところでもうちょっと、こう、立
体的というかはっきりしてるカラーリングになってます。まあ、アクションフィギュアなんで、結構いろんなところに持ち出せたりとかガシガシ遊べるので、まあ、アーチゴリカは、あまりこう、気にせず、ガシガシ、ちょっとこう派手に扱ってもね、壊れないっていうところは、やっぱポイントだと思うので、この辺遊びやすさは、むしろこっちの方が優れてるかもしれないですね。で、別売りのノーマルバタ男性陣と、まあ、合わせることによって、こんな感じでね、分身再現ができるっていうところで、劇中の名シーンを再現しようというところでね、いろいろね、遊びがいがあるんじゃないかなと思います。一般店頭で好評発売中のバタ男性陣と組み合わせて遊んでね、っていうところで、こんな感じでね、こちらも予約開始になってます。本日からね、予約開始になってまして、8250円。10月の6日16時から予約開始になってます。発送が2月です。っていうところでね。こちらも、概要欄貼っておきますが、なかなか楽しい遊びができるんじゃないでしょうか。バルタン星人かっこいいね。はい。あとはですね、こちらは、本日解禁ではなく、数日前に解禁されたものなんですけれども、ウルトラレプリカ、エボルトラスター、っていうところで、過去は変えられないが、未来なら変えることができるかもしれない。俺は生きる。生きて。この光を繋ぐ。生きるために戦いなさい。いいサイトですね。いいサイトですね。絆ネクサスと。いいサイトですね。すごい。ウルトラマンネクサス、ドブダイマジネーション配信開始記念っていうところで、ウルトラレプリカエボルトラスターの20周年のアニバーサリーバージョンがですね、登場でございます。いやー、最終回のサリフを用いた素晴らしいサイトになっておりますが、旧ウルトラレプリカでは未収録の劇中セリフ、必殺技音声を収録した20th anniversary バージョンですよと、エボルトラスター本体に台座付きですよと、で劇中プロップに近い、色で、造形で再現しております。前回のウルトラレプリカと造形は同じなんですけども、カラーリングが多分変わってるということなんでしょうね。より攻撃中に近いカラーリングで、今回登場ですよっていうところ。音声ギミック劇中セリフっていうところで各ディナミストの劇中セリフを収録しました。姫や純モード、千住連モードに、西条凪に小盆和樹と。いいじゃないですか。いや、生きるために戦いなさい。ボーナスモードとして、テレビ本編外に登場したシーン再現しますよ。ウルトラマン X。変身シークエンス、サヤから引き抜いて変身です。さらには、印象的な音楽を6曲も収録するっていうところで、僕がなんだかんだ一番好きな、でー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 、でげでー、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 でげでー。まあ、なんだかんだやっぱ、それ一番好きですけどね。あと、あれが好き。でっつてーれーでっつてーれーでっつてーれーでっつてーでるるるるるーん。あれ、緊迫した音楽も好きですよ。はい。で、さらにですね、音質も改善してますし、旧ウルトラレプリカでは未収録だった、必殺技の音声、必殺後の掛け声も収録ですって。クロスレイシュトローム、オーバーレイシュトローム、コアインパルス、アロレイシュトローム、ライトニング、ノア、ノアインフェルノ、鼓動いいよね。ドクン、ドクン、ドクン。スペースビーストがだんだんこう近づいてくると、ドクン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 ってね、速くなってきますからね。はい、プレステ2のゲームですね。こちらも予約開始になってます。価格が8800円っていうところで、前回買えてないよっていう人もね、多分いるんじゃないかなと思いますので、これを機にチェックしてみてください。僕前回の持ってるんですけど、すごく造形とかめちゃくちゃかっこよくてね、飾ってますけど、すごくいいものです。多分前回よりも音質とかも向上してるでしょうし、よりいいものになってるんじゃないかなと思います。はい。あとはね、ウルトラレプリカのアグレイターの25周年のアニバーサリーが、二次受注が始まりましたよというところで、1月発送なんだけど、二次受注っていうところで2月発送になってますね。はい。まあ、1月も2月も結構ね、きついので、まあ、僕は全然1次で買おうかなと思うんですけど、まだ予約できてないという方はチェックしてみてください。はい。はい、ということで、今回はですね、プレミアバンダイのウルトラマン商品またまた見てまいりましたが、いやー、間違えておっしゃった。いやー、すごいね。かなり、ウルトラ、玩具も、
ガンガンね、発売されてるので、見落とさないようにチェックしてください。以上、デラックスでございました。それでは、バイバイ。